初めまして、こんにちは。初めましてじゃないわ。見てる人は初めましてですそう、見ね。てる人は初はめい、ましてそうですね。ですね。はい。まあ、よろしくお願いします。前回の白田直哉さんからのご紹介ということで、実はね、僕もうすうす次、陳先生やるなと思ってたんです。直哉が ね、間紹違い介するってなったら、多分そっちに、同じ淡路島でそっちに行くんじゃないかなと思ってたんですけど、見てる方はね、陳先生のこと知らないので、ちょっと略歴という、簡単に自己紹介をお願いできますか。そうですね。もう、1980年、猿年生まれの、在日3世。まあ、もう今も帰化はしてますけど、中国と台湾のハーフで、そうなんだ。そうなんですよ。で、神戸生まれ、神戸育ち。で、まあ、サッカー部を強くするという、そういう命を受けて、ありがたいことにオファーいただいて、ご縁いただいて、淡路島に来ました。で、まあ、赴任した、着任したその学校が、スーパーヤンキー校やったっていう。まずは学校の先生ってことですもんね。そうです、そうです、そうです。ね。はい。リアル、なんかスクールウォーズ、まあ僕スクールウォーズ世代っていうよりも金八先生世代なんですけど、まあ、偏差値もね、最底辺の偏差値で、だけど、もう田舎の子たちなんでね、本当にこう、まっすぐな子たちが多くて、ちょうど2年前、2020年に、まあ、兵庫県新人戦ですけど、準優勝、兵庫県で準優勝やるじすゃるっないていか。う、これまたそのミラコーな、ミ物ラ語コーに、ですね。はい。令和2年2月2日が第2位だったんで、もう2位が全部並んで、で、試合終了時間もね、昼の2時22分っていう。やばい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 。もうも優う勝ね、してない方そう、がな。優勝、そう、その方が良かったっていうか、そう。まあ何でもね、ポジティブに捉えながら、淡路島ライフを満喫して、12年が経ちました。すごい。これ学校では出せるんですか？あんま出せない。ああ、出してください。もうここに書いてます。おお、全然、そう書いてたら。ちゃんとね、こうやってプロモーションしてますから。ありがとうございます。爽快。そんだけバリバリのヤンキー校の子たちをどう導いたんですかと思うんですよ。なんか、陳なる先ほ生など。りの方法っていうんですか、心のつかみ方とかでもいいんですけど。いやー、もうその もう、つかみ方で言うと、もう完全にやっぱり自分を投げ捨てる感じなんで、今、導いたって言うけど、なんかね、その子らに道に引かれたみたいな感じです。事故。もう、引かれていく感じで、いやいや、今、踏んだけどとかって言って、あ、踏みましたみたいな、いや、踏んだよっていうところから、ちょっとなんかこう、まあまあ、ちょっといろんな話しようかとか、で、実際に、ね、問題が起きても、その問題は一旦であって、その下に眠ってるその氷山のね、部分っていうか、まあ、そこをこう、こうアプローチしてあげると、やっぱりまあ共通して言えるのは、なんか愛がちょっとやっぱ足りなかったとか、そういう大人の人に話を聞いてもらう機会っていうのがちょっと少なかったんかなっていうとこなんで、だからまあ僕なるほどはね。まあ教員、まあ社会科の教員ですけど、まあ、武闘派社会科の教員でありながらも、でも、まあ、教員っぽくない教員っていう。多分それはみんな分かってると思います。はい。教員なんだろうなは、多 分そう伝わってると思うんですけど。そうだから、無理やり、言うたら昔の時代って、そういう子たちをコントロールし、なんかもう強いそうっす力ね。でコントロールしたみたいな、じゃないですか。多分いろんなスポーツの分野って。そういうやり方ではなかったってことですよね。あ、もう全然ちゃいますね。淡路島の猿に僕は教えてもらった。そのリーダーシップとは何ぞやっていう。で、もう淡路のその、まあ、ボス猿っていうのは、もう超短縮バージョンでいくと、この頂点に立つ、このアルファオスっていうボス猿は、よその地域はもう必ず強いとか、でかいとか、まあ、そういう猿が、ボスになって、確かに確3かに。年、3年5年やったら、老衰して入れ替わるんですよ。一番強いやつがそうボなスんでにすなよ、るってそうことなんですですよ。だからまあ、ボスに上り詰めるまで相当時間かけて、で、ボスになったら3年5年で、まあ、老衰するから、セカンドのボスがこう来るみたいな感じで。で、淡路島の猿は、その日本猿、まあ、日本全国探して、その、
研究されてるのが大阪大学とか、京都大学の霊長類学会なんですけど、うん、まあ、そこの教授の先生、まあ、教えてもらったのは、淡路島の猿は一番上に立つのは一番優しいやつっていう。ね、そうなんですよ。これ一回聞いたとき、はい、そんなことあるのって思ったんですけど。土曜日フレンズ俳句 MC の倉間です。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。だからそれをまあちょっと証明するような実験とか、あの、うん、淡路島の猿がまあ、どの点を見て優しさをこう、まあね、大切にしてやってるのかっていうのは、うん、あの淡路島これチャンネル見た方で淡路島来られるときはあの僕に連絡くれたら僕一緒に連れて行ったらそう入園料無料なんであの、はい、ちょっと観光大使までしてますんで、はい、その優しさ、ぜひぜひ。猿の中での優しさって何なんですか？ご飯を分け与えるとかそういうことですか？まさにそれですね。優位個体と劣位個体が一緒にご飯を食べるときに、うん、本当は奪い合ってしまったりとかするのが、うん、これ一緒に食べれるっていうのが、はあ、それがもうそうなんです。できてんのが淡路島の猿だけ。はい、それがボスが入れ替わっても受け継がれてるってことなんですか？そうなんです。これが最初にその優しさスタートになったボスが、マッキーって言うんですけど、これがね、まあ、本当は3年から5年でこう入れ替わるはずが、マッキーはえらい若い時にもうそれ認められて、うん、なんと15年勤めたんですよ。すげえ。通常の5倍。15年勤めたんです。そう、15年勤めた後ナンバー2に変わったんですけど、ナンバー2のいっちゃんっていうのがこうボスダルだったんですけど、はいはい、そのいっちゃんが、腕っぷしで行っちゃったんですよ。なるほど。通常の猿の形態に行ったんですよね。そうそうそう。もう元の、うんうんうん、多分野生が目覚めたのか、また暴力で支配しようとして、うん、で 3ヶ月でナンバー2、ナンバー3、ナンバー4がそのいっちゃんを、うん、もうナンバー1をクーデター起こして、おう、もう群れの外に出して、なるほど。でナンバー2になって朝露っていうのが一番になって、また優しさで統治しだした、うん。すげえ。そうなんですよ。でもその優しさには多分ね、裏側にはちゃんとした強さがあるんです。強い中に優しさがあるんじゃなくて、優しいんやけど後ろに強さがあるんやでっていう風なことを、うん、僕はまあ猿年だし、猿に教えてもらって、でそっからやっぱり指導方法っていうか、ちょっとこう生徒たち選手たちへの接し方もなんかやっぱり丸くなりましたし、それは生徒たちもみんな知ってる話なんですか？あ、します。あ、はい、授業で自己紹介並みに、いや、淡路島のモンキーの話はしますね。猿と出会い、あ、世界広げなあかんわ、もっと外にいろんな学びがあるから、うん、まあ、教師の世界ってすごいやっぱりどうしても狭くなってしまいがちなんで、うん、まさにその世界を広げていかなあかんっていうなんで、いろいろ、まあ、人にね、つながって、うん、はい、うん、つながっていって、で、まあ、それが、結局5年前、学校の名前変わったタイミングでアスリートコースっていうのができて、アスリートコースの一応、はい、コース長として、まあ、コースをデザインして、でそのコースのもう一番の大事なこう柱に、うん、心育むっていう、ここ行くっていう授業を、うん、これを作ったのがやっぱり、まあ、生徒たちのためでもあるんですけど、うん、もう本当に我々教員が学ぶために、一緒に学ぶために、うん、もうそこの水曜日の5時間目と6時間目っていう時間をもう100分間こうポコーンと開けて、うん、でそこにいろんなコンテンツをこう本当に入れてやってるって感じですね。土曜日フレンズ俳句 MC の倉間です。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。